フェリックス・アドリアン・ノーマン・サモンドは、イギリス並びにアメリカ合衆国で成功を収めた、イングランドのチェリスト、チェロ教師。名前については、日本では、サルモンドやザルモンド等の表記が見られる。サモンドは、プロの音楽家の一家に生まれた。父は、バリトン歌手、母は、クララ・シューマンの下で学んだピアニストであった。12歳になったサモンドは、ウィリアム・ホワイトハウスから、最初のチェロの手ほどきを受け始める。奨学金を獲得して引き続き、ホワイトハウスの指導を受けることができるようになったサモンドは、4年後には、ロンドンの王立音楽アカデミーに通うことになった。19歳になってからは、ブリュッセル王立音楽院に赴き、エドゥアール・ジャコブの下で、さらに研鑽を積んだ。1908年のデビューコンサートでは、ブリッジのピアノ三重奏曲第1番とブラームスのピアノ四重奏曲第1番を演奏した。ピアノはサモンドの母、ビオラはブリッジ、バイオリンはモーリス・サンズが弾いた。この演奏会が行われたのはベヒシュタインホールであり、大きな成功を収めるとともにサモンドのもとに多くの契約を呼び込むことになった。その後、サモンドはイギリス中でリサイタルを開き、クイーンズホール管弦楽団、ロンドン交響楽団、ハレ管弦楽団をはじめとするオーケストラと共演した。ハロルド・バウアー、ブロニスラフ、フーベルマン、ライオネル・ターティスと結成したピアノ四重奏団としてアメリカへも演奏旅行に出かけている。第一次世界大戦の勃発によりサモンドの国際的なキャリア形成は一時的に困難になったものの戦後は室内楽奏者として名声を獲得していった。この時期の彼は、ウィグモアホールで行われた、エルガーの弦楽四重奏曲補単調並びに、ピアノ五重奏曲異単調の初演の舞台に上がっている。サモンドによる四重奏曲の演奏を聞いたエルガーは、クイーンズホールで、ロンドン交響楽団の演奏により行われる、チェロ協奏曲の初演において、ソリストをサモンドに任せることにした。1919年10月26日の初演は悲惨な結末となった。当日の演奏会ではエルガーが自作の協奏曲を指揮する一方、残りのプログラムはロンドン交響楽団の指揮者であったアルバート・コーツが振ることになっていた。うぬぼれ屋のコーツは1時間のリハーサル時間があればその45分を奏者への講釈に使うことでよく知られていた。自らのリハーサル時間を1時間も使い込まれたエルガーは舞台外で自分の順番を待ちながら性に合わず怒りを爆発させた。深刻な準備不足の中行われた演奏は痛烈な批判にさらされることになる。アーネスト・ニューマンはオーケストラは惨めな姿を大衆にさらしたと述べた。エルガーは後にもしサモンドが精力的に準備してきていなかったならば自分はこの曲を二度と演奏会に出さなかっただろうと述べている。1922年3月29日、サモンドはニューヨークのエオリアンホールにおいてアメリカでのソロデビューを飾った。アメリカに居を構えた彼であったが、イングランドやヨーロッパにも演奏旅行で戻っていた。1924年にジュリアード音楽院の教員に任用されたサモンドは、その1年後にカーティス音楽院のチェロ科の学科長に就任し、この役職を1942年まで務めた。しかしながら、初演の傷が癒えなかったのか、彼はエルガーの協奏曲を講義に取り上げることもなければ、イングランド国外で演奏することもなかった。教師としてのサモンドはアメリカで高い評判を得ており、彼の門下からは、オーランド・コール、スゼット・フォルグ・ハラシュ、バーナード・グリーンハウス、レナード・ローズ、ダニエル・ザイデンベルク、アラン・シュルマンらが巣立っている。サモンドは1924年、イグナツィ・パデレフスキ、エフレム・ジンバリストと共にピアノトリオとして、カーネギーホールの舞台に上がり、喝采を博した。サモンドは、同時代の作曲家であるサミュエル・バーバー、エルネスト・ブロッホ、ジョルジェ・エネスクラーの作品なども含め、幅広いチェロ音楽に関心を持っていた。彼が最後に、イングランドの地を踏んだのは1947年であり、その後ニューヨークで没した。ありがとうございます。